どうも、ワーカーホリック読書家の清水優子です。イエーイ。だって今0時過ぎちゃったぜ。でもなんかね、動画撮っちゃうよね。今日もいっぱい本読んだし、勉強もして動画も撮って、まあ起きたのでも10時ぐらいかな、今日夜の。夜じゃねえよ起きたのは確かちょっとボケてるよ、前すぎるかな。わしはボケてる、誰でしたっけ、じゃないよ起きたのね、確か10時ぐらいだな。で、それで、なんか読書してたら力尽きて、19時ぐらいから21時ぐらいまで昼寝をしまして、昼寝それで、また本を読んで動画でも撮るかなみたいな。皆さんご協力いただきまして、いやいや、ありがとうございます。これ待ってるぜまあただなんですけど、うちの動画ははい。で、本日はですね、対決、紙の読書 VS デジタルの読書、ダダーン、ペーパーリードマン VS デジタルリードマン。やっぱよりこ読み子リードマン的には絶対さ、紙の方が勝つでしょ。だってあいつ紙武器だもんだ。そう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 、読書家としてどうなんですか、あんな風に紙を使うのは。ね、でも別に本投げてないから紙だなるほどね、確かにね、本投げてたらちょっとダメだね読み子リードマンすごいね。それはあの FF3 のね、学者っていうね、あの職業の人が辞典で投げてたからそれ違うだろう、学者そんなことしねえよ。はい、はい、で、じゃあどうなのかと、紙の読書 VS デジタル読書、今日は取り上げるのはデジタルで読む脳かける紙で読む脳っていう、かけるかけるなんです。読書脳が失われる前にって書いてある。そう、デジタルの読書をしてるとですね、読書脳が失われる。何それ、怖っ、怖っ。で、どんな人が書いてるのかっていうと、メアリアン・オルフさんですね。このプルーストとイカ、読書は脳をどう変えるのか、まあ、これも面白い本でしたよね。カリフォルニア大学ロサンゼル校、UCLA の教育情報大学大学院の、ディスレクシア多様な学習者社会構成センター所長。あれでしょ、それってあの文字が読めない人、キアヌ・リーブスとか、はい、で、読み字言語研究センター所長、前多仏大学、ちなみに UCLA っていうのはですね、何なのかっていうとですね、多仏ってどうかも、あの多仏って普通にカタカナ、あ、知らない人に言っておくとですね、まあ、あの東大よりもすごいいい大学っていうふうに覚えておいてください、はい、簡単に言うと、まあ、最近あの世界ランキングがどんどん下がっている、多分その東大世界ランキング100位切ると思いますよ。安富さんに頑張ってもらわなきゃ。いや、安富さん東大のために頑張んないよむしろ滅べっつってる。まあそうね、言ってるね。あの、まあそんなわけで、はい、この本、はい、紹介していきたいと思います。イエーイ。あのやっぱりね、読書家としてはね、紙の読書、デジタルの読書 VS っていうのはね、非常に気になるテーマで、そうだね、Amazon の開発者がね、Kindle の開発者が、あの取り上げた紙の本とデジタルの本、どっちがいいかみたいな、あの本も読んだことがありまして、結局創業者的にはどっちですか。どっちかっていうとですね、創業者じゃないよ、開発者、どっちかっていうとですね、紙の本がいいと言っちゃうんだ、はい、へー。あの解像度とかね、ページをめくるあのこのスピードとか。じゃあそれは何、その人の方は懺悔本なの。いや、あのまだまだ発展途上中です。あー、なるほど。 Kindle ちょっと謙虚ね。 Kindle さ、あのスピード遅いじゃん、めくるスピード。遅い断固とかもそうだけど ね、さらに言うと、あの紙の本はですね、こうやって落としても壊れませんけど、Kindle 落とすと壊れます、そうね、そうね、はい、うん、あと紙の本はきちんと保存しておいたら、あの多分ね、数百年持ちますけど、Kindle はね、無理だね。そうだねそんなに半導体は持たないからあとあの紙の本は充電いらない。はい、そうです。で、今のところですね、記録媒体として最も優れている、ね、記録媒体ですよ、あの紙の本はね、あのちゃんとした保存条件だったら、数百年持つじゃないですか、下手すと1000年持つかもしれないです、ね、でも半導体の情報データとかはですね、そんなに持たない、数十年ぐらいです、ね、そうですよ、で一番ね、これ、まあ、あのトリビアですよ、単なる豆知識なんですけど、一番優れているのは何だと思いますか。え、記録媒体として、はい、音声。いや、違うんですね。答えはですね、石板なんです。ああ、
そうだね。そうなんです。ローテパストーンまだ持ってるもんね。はい、なんとですね、あの石板がですね、数千年単位で持つと。みんな、じゃあ宇賀さんの本とか今後石板で出す。石板で残した方がいいね。大変。はい、なので、人類意外と21世紀になって数千年前に保存状態で負けてるっていう。まあでもあの石板の場合はさ、何千万部とか売らね、まあ、売れないし、鬼滅の刃が石板だったら最悪じゃない？最悪だし、多分世の中、うん、あの現在流通してる本をですね、全て石板で作ろうと思ってですね、世の中から石なくなります。うん、そうだね。まあ、そういう意味ではあの紙が今のところバランスが取れてるわけですけども、はいね、今回はですね、そういう記録媒体としての良さとかではなくて、はい、どっちの方が脳を刺激するという点で、はい、戦いの対決の運を見ていきたいなというふうに思います。で、まあ、結論から言うとですね、紙の方がいいと、あ、これも言ってんの？はい、いうことになるんですけども、うん、まあ、デジタルの良さはあるんだけどっていうふうに書いてるんですが、うん、これの本ですね、79ページに面白いことが書いてます。子供時代、語彙が豊富な子供はますます豊富になり、語彙が乏しい子供はますます乏しくなるのです。うん、この現象を、新約聖書の一節にちなんで、マタイ効果と呼びました。マタイ効果っていうの？まあ、あの富めるものは富、貧しいものはさらに貧しくなるであろうという聖書のとても悲しい、うん、あれですね。言語的に富めるものはもっと富めるんだ。はい、背景知識へのマタイ効果もあると。幅広く深く読んできた人は自分が読むものに応用するために多くの情報源を携えることになります。幅広く深く読んでない人は思い出せるものが少なく、引いては推測推論類推思考の基礎が弱いので、フェイクニュースであれ完全なでっち上げであれ裏付けのない情報の犠牲になりがちです。今回結構あれだね、あの元祖ひと月満冊的な話だね。はい、そうですね、はい、今日はあの読書レビューです。いやだし、ほら、たくさん読むということは何につながるかって話じゃん、それって。あ、まあそうだね、うん、あの、まあ賢くなっても幸せになったら書けないんだからね。うつ病になった私がそう思います。自虐ギャグだ、はい、自ギャグ、うん、賢くなったら幸せになるって信じた時期が私にもありましたけど、違いますね、はい、だってあの魚と人間どっちの方がさ、うん、あの不幸なやつ多いかって、絶対人間の方が不幸多いし、そうだね、魚と人間だったらどっちの方が自然に害をなすかっていうとですね、どう考えても人間ですよね、うん、でも人間も魚から最終的に進化した、まあ、最終的にというか最初はあの海からですから、そうね、はい、全部はね、確か最初の脊椎動物ピカイアっていうのがね、こうね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 、こう、その次はピカチュウ。ピカチュウじゃねえよ、進化しすぎだよ。意思疎通できっからあれ。びっくりだよ、おい。あ、はい、次行きましょう。はい、ですね、うん、何ページ？400、あれ 100？ 101ページによるとですね、うん、まあ簡単に言うと、実はですね、うん、最近の人間は読書をしないとよく言われます、うん、はい、でも読む量は増えてるんですっていうことが書いてあるんですよね。そうなの、清水さんが増やしてんじゃない一人で。いや、さすがにそんな、チャンネル登録者 1.6 万じゃ無理でしょ。チャンネル登録者5億人とかだったら分かるよ。いや、清水さんが一人でたくさん読んでるから、いや無理だよ、世界平均を上げてるんじゃない。俺が元気な時はさ、こういうの月1500冊ぐらい読んでるけど、うん、無理っす、そんな。なるほど、はい、ですね、私たちの読む量は減っているのではなく増えているという事実があります。うん、まあ、ここを見るとですね、10年ほど前になんかね、全米芸術基金からの報告書によると、うん、デジタル読書の影響か多くの人々の読書量がちょっと前より減っているという最もな懸念を示したと。デジタル読書のおかげで減ってる、あ、つまり紙の本の売り上げって意味？違う、読書全体、紙とかデジタル関係なんだ、はい、ところが数年前、なんかね、これよくわかんない、誤訳なのかわかんないけど、高名な詩人、ポエマーで、当時 NEA を率いていたダナ・ジョイア主導の別の報告者が傾向は逆転しており、おそらく同同じデジタルに基づく要因によって弾みがついて、社会として私たちはかつてないほど読む量が増えていると。みんな読書家になっていると。なるほど、はい、それポエムかもしれないんでしょ。いやいや、これなんかね、あのちょっと NEA って何なんだろう、調べてみようか。ダナ・ジョイアって、私も調べていい？ NEA、画面の前の君も調べてみよう。はい、これがフェイクニュースに振り回さない方法ですよ。ダナ・ジョイア、今検索してます。ジョイア、これか、出てきた、2012年だ、調査では。なんて、 NEA ってそもそも何なの？待って、これもしかして英語が直訳されてんな。なるほど、まあなんか調べてください。はい、はい、
ですが、うん、ね、あの読み書きのベースの文化からデジタルに影響される文化に移行したこの十数年間の私たちの読む習慣は、うん、には惑わされがちだと、うん、ね、あの残念ながらこの種の読みは連続的でまたは根拠かあるいは集中して行われるものではありません、うん、むしろほとんどの人が使用する平均 34GB は単発で次々起こる活動を示しています。 34GB っていうのはですね、この読んでる、はい、あの文章量のことですね。なるほど、はい、でこれまあどういうことかというとですね、うん、あのこのね、私たちは必要に一瞬で新しくなる情報からなる現在を追いかけているというふうに、でバラク・オバマがハンプトン大学の学生に対して行ったスピーチでは、現代の多くの若者にとって情報が力を得るためのツールでもなければ、うん、解放のための手段でもなく、気分転換や気晴らし、一種の娯楽になっているということが懸念されていると。気晴らしの海で泳いでいる学生は自分が評価したもの全てに疑問を投げかけ、新しい生き方を考えるチャンスを封印されている。彼らにとって教育とは知って、横柄に傍観することで人がどう生きるべきかについてのソクラテス式問答ではない。なるほど、厳しいこと言いますね。ね、いうふうに言ってるわけですよ。うん、本読むだけじゃダメだと、まあど、いや、本読むだけではなくて、うん、要するにこれ、ツイッターとか、あー、短い文章をたくさん読んでいると。ああ、なるほど、なるほど。ね、でそれで、それに対して、なんか、これクソだよね、とかね、あのこれダメだ、とかね、こういうのはダメで、これ最高、素晴らしい、日本ぶっぞーい、とかね、そういうふうな、なんか単発の文章をたくさん読んでると。なるほど、なるほど。ね、なるほど。でそんな言葉、そういうのがこう増えてると。なるほど。ああ、じゃあ全体的に文章に、何触れる機会はあるけど、質は良くない。うん、はい。石版に比べたらな。ね、まあ、石版とまでは言わないけど、あの、まあ、これ簡単な話ですよ。皆さんがですね、こういうあの本ありますよね。うんうん、こういう1ページ、あの、これ何ページあるかな。300ページぐらいあります、はいはい、こういう、これはやっぱり1個きちんと論拠がまとまっているわけですよ、うんうんうん、でこういうのをじっくり読むの頭使いますよね、うん、でこれ読むのに例えば今わかんない普通の人どれくらいかかるの、3時間かかったとしましょう、うんうん、で3時間ね、3時間こういう本を1冊読むのと、うん、なんかあのツイッターを3時間眺めるの、あー、リアリそうだね、ツイッター、ね、ツイッター3時間あるあるじゃん、なんかこれ、あるあるある、こうやって眺めてなんかリツイートした、うん、いいねしたとかって言って、あ、これ面白いとかね、こう、ただこういう、うん、リンクをたどってたどって ね、うん、そうそう、そういう3時間とこう読書1冊3時間、はい、どっちの方が頭使うのか、うん、そりゃ読書だ ね、こっちの方だね、こっちの方だよね、うん、でなんであのそういう懸念がねあるよっていう、なるほど、 でこれをね、あのなんかね、脳画像を研究すると文化系、はあ、文学科系の大学生の脳は、うん、深く丁寧な読み解きよりも気楽な読み解きの方があまり脳が活性化していない、軽く読めるものはあの巧妙に事情通の連中になりすましていても、単なるあの気晴らしにしかなってない、通訳微妙に分かりにくくないいうふうになってるんですよ、うんうん、まあ、要するにあなんかこうネットのニュースとかを適当に読んでるときは、ね、なんか事情通にはなれると、うん、ああそういう意味か、そう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 、なんかこれってこういうことだよねとかね、はい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 、あの安倍晋三っていうのはさとか、うんうん、自民党っていうのはさとかね、うんうんうん、あるいはあのコロナウイルスの厚生労働省の、ね、対応っていうのはとかね、うん、適当に事情通ぶることはできるけど、まあ、うん、実際その頭働かしてない、なるほどね、いうふうにこう言ってるわけです、でしかも脳が実際活性化してないわけです、あ、あのじゃあそっかそっか、脳をいちいち調べたわけだからね、それは、はい、ね、社会が最も望まないのはソクラテスがもともと不安に思っていたこと、すなわち多難な真実の探求を実践しないうちから真実を知っていると思うが若者の錯覚、まあ、要するにあの無知の知、まあ、それはショーペンハウアーだっけ、誰だっけ、あの読書についてって書いてた、ショーペンハウアー、ショーペンハウアーもそれはちょっと危惧してなかった、うん、危惧してた、ね、みんな危惧してんだよな、うん、みんな危惧してます、うん、まあ多分100年後も危惧してます、そうだね、はい、まあ、なんで、うん、あのこれね、まあでも当たり前っちゃ当たり前だよね、この一定の300ページにまとまったやつをしっかり読むのと、うん、あのそれ3時間読書するのと、うん、ツイッター3時間並べても、まあ、こっちの方が頭いいだろうと、まあまあ頭使うわな、じゃあ次の対決、お、はい、ま、じゃあこれが Kindle 版でも出てるわけですよ、出てるね、はい、これをちゃんとじゃあもう300ページしっかり、はい、あの Kindle で読む、うん、ね、うん、のと、うん、紙の本で読む、うん、だったら一緒なのかと、でもやっぱ Kindle はさ、ネットにもつなげちゃうからさ、あ、気づいたら Twitter 見てたってことがあってダメだまあ実際それについても書かれてるんだけど、あ、そうなんだ、集中力が続かないとかって書いてあるのけども、実際ね、実は紙の本の方が優れてる、それは何、目が疲れないからとか、いやー別に紙の本でも目疲れるけど、どういうことかっていうと、うん、このね、あの
紙の本ってさ、こうペラってめくったら、うん、まあ、ここが表紙で、うん、今あの全体から見てこう1割ぐらいだなとか、うんうんうん、あ半分以上来たぞ、うんうん、もうちょっとで終わりだとか、この感覚が分かるわけじゃん、手を通じて、うんうんうん、これがね結構重要らしいの、いこの研究によると。分かる、超分かる。本当。いや、Kindle もさ、出るんだよ、左下にさ、うんうん、あと 56% でとかさ、読み終わるまで何時間とかさ、そう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 、でもなんか、本当に終わるのかな、いつ終わるんだろうって、結構私、あのページ数が下のバーでね、うん、出てるやつ、めちゃくちゃ確認するもん。分かる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 。なんか、いつまでも終わらない気がするんだよね。でこれがね結構重要らしいんですよ。うん、要するに何を読むかだけじゃなくて何で読むかも結構脳に影響を与えてると。達成感的なもの？いや、もう今ここまで読めてる、もうちょっとだしなみたいな。なんかあの全体の中で自分がどの位置にいるのかっていうことを、うん、あの把握できるかどうかが結構重要だというふうに書いてあって、まあ、それが脳を結構刺激すると。まあ、Kindle の UI でなんとかなるような気もするけどね。まあ将来的にはね。うん。うん、で、そうやってあのデジタルが増えていって、さらにそれで短文とかを読み続けたりするとですね、まあ、あのフェイクニュースに簡単に騙されるようになると、うん、あの130ページに書いてあるんですけども、うん、フェイクニュースの類の達人がワシントンポスト紙に行っていると、うん、フェイクニュースの達人、フェイクニュースの達人だから、フェイクニュースを作る方の達人。正直言って国民はバカだ。彼らはただ話を次から次へ回すだけ。もはや誰も何も真実を確認をしない、うん。真実とフィクションを分けることは時間と情報理解、そして偏見のない心が必要だが、うん、その全てが注意散漫で両国化した文化では不足しているように思える、うん。私たちはすぐさま共有するのが大好きだ。そしてそのせいで操られやすくなる。それ本当にフェイクニュースの達人なのかっていう確認が必要だと思わない？それの位置情報が必要だよ。まあいいけどさ。っていうふうにですね、うん、あの書いてあってですね。まあでもそうだよね。短文に左右される人っていうのは、うんって、うん、もう考えることをしなくなりますからね。そうだね。疑問を持たないと。はい、なんで、あのこれはね、非常に紙読書の意義を問う。非常に21世紀的な意味ではあの大事なことなんじゃないかなというふうに思います、ね。しかし、合同出版って聞いたことあんまりない気がするな。うん、まあそうですね。ね、プルーストとイカもここか、プルーストとイカもここだったんだね、だと思う、おそらく西郷さんとかが評価してる、うん、まあ、なんで、うん、あのそういう意味ではですね、こう21世紀 Kindle とかがね、インターネットがこれだけ流行っている中、うん、何で何を読むかっていうことについて思いを馳せるためのこの本はですね、とても面白いんじゃないかなというふうに思って、今日は紹介させていただきました。最近コロナウイルスの話が多いんで、うん、一月コロナになっちゃう、一月コロナやだな、もう最悪やんな。あのそんな話もたまにはしようと思ってアップした次第でございます。イエイ。今日も読書、そうだよね、コロナの話ばっかりして今日も読書って言ってもさ、うん、あれないもんね、説得力。